熊国部は、新末、中華民国、中華人民共和国の軍人。中華民国時代における、川軍の指導者の一人で、主に南方政府に組みした。字は、西規模。祖籍は、湖南昭和佐用県。医者の家庭に生まれ、はじめは、学問を志した。しかし、1903年、四川東文学堂に入学した。この時、 大気到来後に、民国時代に活躍する、政治家、軍人たちと多く知り合っている。同年冬、叔父の資金援助により、日本へ留学する。大成人城中学校を経て、東武ま学堂で軍事を学んだ。東京にいた間に、熊国部は、孫文と知り合い、1905年8月の中国同盟会結成に関与した。同年12月に帰国すると、 高校など、同盟会の同志たちと連携を取りながら、四川、関東など各地で、半信放棄を拡作している。1912年1月、熊国部は、重慶で成立した植軍政府で、高校の推薦により、軍曹司令に就任した。3月には、植軍政府第一支支長に任命されている。4月、成都で成立していた四川軍政府に、 植軍政府が合流すると、熊は、四川陸軍第五師市,市長として、重慶に引き続き駐屯した。1913年7月、二次革命が勃発すると、熊は、要所たまら同士と共に、半円政外の放棄を行った。しかし9月、四川と徳子経敬に敗れた。熊は日本へ亡命し、さらに南洋へ出て、革命資金の募集に従事した。 1915年12月、帰国して、五国戦争に参加し、サイツバ率いる、五国軍第一軍に従って、四川に戻った。1916年6月に、縁が死去すると、四川特軍となった際により、熊は、川軍第五志市長県重慶陳樹市に任命された。1917年7月、孫文が、五法運動を開始すると、 同年12月に、熊国部もこれを支持している。1918年1月に、四川靖国軍総司令に就任した。熊は、北京政府側の四川特軍、竜有圧との戦いを開始する。2月25日には、政党を攻略して、劉を駆逐した。しかし、四川の統治権を得た熊は、次第に、他の川軍同僚たちを抑圧し、 自身の権力の拡充に走り始めた。1920年5月、旅長ら不満を抱いた、川軍軍人が、雲南省の継次、漁の支援を受け、熊に挑戦してきた。熊は、不利な状況となったため、先政省南部に寄っていた竜と和解する。これにより、旅と天軍を四川省から駆逐した。同年12月、熊、国部、 竜有リ,アリアら川軍軍人たちは、四川自治を宣言し、北京政府にも南京政府にも組みさないとした。しかし、間もなく川軍軍人間で内紛が発生し、北京政府と通じた竜有リ,アリアを、熊は再び四川省から駆逐してしまう。さらに、1921年7月に、熊は湖北省のご配布を攻撃したが、敗北を喫した。 1924年1月、熊は中国国民党第1回代表大会で中央執行委員に選ばれ国民党側への騎士を鮮明にした。しかし、熊は北京政府の支援を受けた川軍軍人たちとの戦いに敗れる。同年4月、四川省から逃走して湖南省常則に逃れた。1925年3月、 熊国部は軍を率いて、関東へ向かい、9月に、広州に到着した。しかし、王朝名と、小海石は、熊が、陳慶名と結んで、関東軍政府転覆を図ったとの罪名により、熊を収監し、その軍を没収した。これにより熊は、事実上、軍事、政治の部隊から退場することになる。1927年3月末に、ようやく釈放された。 その後、国民政府委員に任命されたものの、むしろ、四川省の名士として、社会的活動に多く従事した。中華人民共和国建国後も大陸に泊まり、西南軍政委員会副主席、全国政治協商会議員、全国人民代表大会常務委員、中国国民党革命委員会中央、副主席などを務めた。1970年9月2日、 北京で病没。去年86。ありがとうございます。